おいっす。おお、俺に会いたいというのはお主だったか。おいっす、ミスター。おくちゅう。血のような小さき娘。それ、あ、これ。いや、もう勘弁してください。で、どうしたの？デラちゃんに用事って。ちょっとこれを。よいしょ、よいしょ。じゃじゃーん。おお、これはデラの家か？です。板が余ってたからミスターに。貢ぎ物か、貢ぎ物だな。苦しゅうないぞ。すごい、さすがだね、カンナ。まだ年半もいかぬうちからこの手紙。そのつれなさは照れ隠しだな。ちょっと本気出しちゃいましたかね。この子の小さき娘よ、かたじけない、デラごときのために。それはいくらちょい様の発言とはいえ聞き捨てなりません。このデラもちもつい民草からの辛抱も厚く、すべて私の人徳、いや取り得がゆい。いいから、ちょっと入ってみなよ。うん、ね、うん。それでは記念すべき第一歩、失礼。よいしょ。何やってんの？いや、ちょっと入り口が狭くて。嘘、そんなはずは。あ、いや、よいしょ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 、激しいぞ娘。これも愛の表現なのか。失敗です。え、サイズを間違えるなんて。え、なんで？寸法を誤るとか大工にあるまじき間違い、一世一代の恥、おがくずにしてやる。ダメ、もったいない。待て、小さき娘。ん？過ちを犯したのはそなたではない、デラだ。え、デラがまた太ったのだ。やっきて。さっきも栗餅を2つ食べていた。デラちゃんはうちのお餅やおまんじゅうが大好きだから。だからといってこのように無機能に。いや、あの、私が餅を好きというよりも餅が私を好きなので。だからなんだ。え、これはあれだね、ダイエット。ああ、まずは運動？いや、食事制限でしょ。入れるくらいには。ああ、それはちょっと。でもダイエットの方法は他にも。やれ。はい。天高く馬こゆる秋、食欲の秋なのに腹ペコ。はいだ。わびしい私。へい、いらっしゃい。この世で一番悲しいものは飛べぬ鳥より食えぬ鳥。